円筒研磨、円筒研磨と円筒研削、円筒研削は、どちらも金属や他の素材を加工するための工作プロセスですが、違いがあります。以下にそれぞれの特徴と違いを説明します。円筒研磨、円筒研磨加工。円筒研磨は、回転する研磨ホイールや研磨バーを使用して、加工対象物の表面を滑らせるように研磨するプロセスです。この方法は、加工対象物の表面粗さを減らし、仕上げ加工を行うのに適しています。主な目的は、表面の仕上げを滑らかにし、寸法精度を向上させることです。主な特徴、表面仕上げや寸法精度の向上が主な目的。研磨ホイールや研磨バーは、研磨剤を含んだ研磨材料でコーティングされていることが多い。加工対象物は回転しない。円筒研削、円筒研削加工。円筒研削は、回転する砥石、砥石を使用して、加工対象物の表面を削るプロセスです。この方法は、高い寸法精度や形状精度を求める場合に使用されます。円筒研削は、主に精密な金属加工や工作機械の部品加工に適しています。主な特徴、寸法精度や形状精度の向上が主な目的。砥石は研削材料であり、削り取ることで加工を行う。加工対象物は回転しつつ、砥石も回転して削る。簡潔に言うと、円筒研磨は表面の仕上げと寸法精度向上に焦点を当て、研磨材料を使って滑らかにする方法です。一方、円筒研削は砥石を使って削り取ることで寸法精度と形状精度を高める方法です。どちらのプロセスも金属加工において重要な役割を果たしています。